今日はすっかりお世話になった上に、こんなご馳走にまでなってしまって、実に金塊至極です。いやいや、何をおっしゃいますやら、私のこそ先生のお方にお取引いただいて光栄です。あ、先生、どうぞ。さっきご説明いただいた投資のお話、非常に興味があります。細かいところまではよくわからないが、あなたのような方が勧めてくださるんだから間違いありますまい。一つよろしくお任せしましょう。ありがとうございます。私のようなものこそ先生にお役に立てて光栄です。ただこれ大変人気のある商品でございますから、契約はお急ぎになられた方が。分かっております。明日はあいにく日曜ですから、月曜の朝一番に私の預金を全部下ろしましょう。といっても一階の東北大学教授のなけなしの蓄えです。大したものではありませんが。恐れ入ります。では先生、ちょっと私ね、会社へ電話を入れてまいります。取引は月曜だ。全額引き出すと言ってる。銀行の裏に車用意しとけよ。相手は東北大の教授だ。定年になったので、こちらで別の大学の、そう、カモだよ。カモ。まだ亀吉よ。また東北大の教授か。お前は本当にワンパターンな男だの。あ、うちの手も出しな。旦那、お願いです。すいませんが、行く前に、これ、もう一つだけ。早くしろよ。